お願いします。はい、うん、まず、深野さん自身のことから頭を整理してくださいね、はい、自分が加害者であるという認識で生きていくとそれだけだと、うん、一個も楽しい人生じゃなくなります、はい、波動も下がります、はい、当たり前ですよね、はい、さっき僕が教えた流れね、うん、あなたとご主人との関係、うん、あなたとあなたの母親との関係、うん、今のですよ、うん、今までもずっとですけどね、そしてあなたと娘さんたちの関係、うん、これを常に紙に図で書いて、はい、自分に見せてください、その図を、はい、うん、だってそれを見るだけで、うん、ね、まあ、ある意味少し罪悪感が薄れます、うん、だからあなたは意識で罪悪感を強くしてください。どうするかって言ったら赤で、うん、あなたが加害者であるというあなたの娘さんたちとの関係だけを赤枠で囲っといてください、はい、あなたが幸せになるためにはあなたを幸せにしなきゃいけないんです、あなたが、はい、言ってること分かりますね、はい、その赤枠のところを、うん、あなたが解決しなければいけないんです、はい、娘さんたちとの関係を修復するのではありません、加害者として生きてるあなたを助けてあげなきゃいけないんです、はい、言ってること分かりますよね、はい、先に、はい、なぜならばこれ人によって違うから YouTube 聞いてる人みんなじゃないですけど、福山さん自身が何に一番苦しんでるか、そして今まで何に一番苦しんできたかって言ったら、はい、加害者であるあなたに苦しんできたんですよ、はい、被害者であるあなたよりもね、うん、言ってること分かりますよね、はい、ということは、ね、あなたがあなたを幸せにするためには、はい、ね、被害者であるあなたよりも先に加害者であるあなたを、はい、あなたが助けなきゃいけない、はい、言ってる意味わかりますよね、はい、うん、そのためには自分が犯人として生きるということを選んでください、はい、そうしないとあなたは被害者意識の方に流されてしまいます、うん、だってそれも事実なんだから、はい、それが嘘っぱちだったら、うん、いつまで嘘ついてるんですかで話は簡単なんやけど、うん、同時進行が起きてるんで、うん、ね、あなたが犯人として、うん、まあ簡単に言ったら私は犯人なんだけど子供に被害を与えてる、はい、更生を決意して、はい、更生を してる、今までも僕のとこ来てますから努力はちゃんとしてます、はい、ね、意識がちょっと足りなかったから福山さんが思うほどできなかっただけで、はい、わかりますよね。あなたはとにかくどういうカウンセラーですかって言ったら、はい、ね、繰り返しますけど、はい、毒親が、はい、毒親をやめて、はい、毒親育ちの人を助けるカウンセラーです、はい、じゃあ毒夫との妻専門カウンセラーと矛盾しませんか。矛盾しないんです、はい、僕の経験上毒親育ちの人が結婚したら毒夫の妻になってるんです、はい、だからあなたは毒夫の妻専門カウンセラーとしては、はい、ややこしいですけどこれ聞けば分かりますから、はい、あなたは肩書きを変える必要がありません、はい、毒夫の妻専門カウンセラーとしてやるべきことは、はい、毒親育ちの人を助けることなんです。今から結婚するであろう毒親育ちの人、はい、結婚したらもう毒夫の妻ですわ、はい、そしてもうすでに結婚してて、はい、ね、毒夫の妻と毒親育ちを同時進行してあなたみたいにもうすでに毒親になってしまってるかもしれない、はい、でも全然気づかない、あなたが気づかなかったように、はい、だからもう改心のしようもなかったわけですよ、あなたは、うん、あなたをかばうわけじゃなくて、はい、わかりますよね、うん、じゃあいかにしてあなたはその
まあ、罪悪感を持ちながら子供に自分の子供に接してるっていうのはそこまでは分かってる人が多いと思います、はい、あなたもそこは分かってたと思います、はい、あんまり優しくないよな、うん、ちょっと人には言えないけどだいぶ冷たいよな、うん、特に子供たちが小さい時とか、うん、小中高生の時なんかもう自分とんでもないけどちょっと人に言えんぐらいひどかったなっていうのはね、うん、これ多分今はそうじゃなくって、うん、まあ、はっきり言って罪悪感に耐えられないわけですよ人間っていうのは、はい、自分が被害を与えてるね、うん、で今はマシになってるだけで、うん、これマシになってるんじゃなくてね分かりにくくなってるだけなんですよ、うん、分かりにくい、あのね、子供が小さい時はね分かりやすい毒親だったんです、うん、あなた、はい、そして子供が大きくなってくると、うん、分かりにくい毒親になったんです、うん、で今でもあなたは僕の見立てによると子供たちに被害を与えていますね、うんうん、で改心も本当に泣きながら改心をしようとしているのは僕が認めます、見てます、はい、分かりますよね、はい、あなたなら僕はできると思ってます本当に、はい、うん、分かりますよね、はい、あなたが毒親をやめさえすれば、うん、ね、毒親育ちからも卒業できるし、はい、毒夫の妻からも卒業できるっていうふうに僕は見込んでます、はい、今から YouTube 専念するんです。カウンセリングの時には、まあ、コーチングとか勉強をするのがありますから、うん、この僕が言ったさっきの毒になる親と、はい、不幸にする親っていうのを一緒に勉強していきましょう。コーチングって言われてる時もね、はい、うん、はい、で今までと違ってちょっとしんどいかもしれないけど、うん、ね、あなたの犯した罪が書いてありますよ、どこですかっていうことを頻繁にしていくことになると思います。あなたを楽にするために、わ、はい、かります。あなたどん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 だって、うん、自分で自分に嘘ついてたから自分のこと嫌いになってたんやから、はい、ね、はい、うん、うん、好きになっていいわけです。その代わり今のあなたを好きになっちゃダメですよ、はい、ね、はい、今のあなたは認めてもいいですけど、うん、まあ、もし好きになるんだったら、うん、まあ、斉藤ひとりさんの本に自分の欠点まで合わせて好きになるって書いてありましたよね、はい、僕はあれは正しいと思います。だけどものすごい難しいです、うんうん、だから一番分かりやすくするためには、はい、今の自分のままを好きにはならないでください、はい、そして、はい、改心してから、うん、だから言葉と考え方を変えるんですね、はい、うん、あなたは今まで犯人の子供たちに対しては犯人の言葉と考え方で生きてきたんですよ、はい、だからその言葉と考え方を変える作業をすればいいだけなんです、はい、だから完璧にはできません、うん、ね、だけど少しでもちょっとでもほんのちょっとでもできれば、うん、波動が変わりますから、はい、構成要素が変わりますから、はい、これ斉藤ひとりさんも言ってますよね、はい、人生めちゃくちゃ変わるんですよ本当に、うんうん、はい、まあね、ちょっと言葉を変えるだけで、うん、それは短期間ではダメですよ、うんうん、ね、まあ、例えば挨拶絶対しなかったっていう人が、うん、自分の子供にね、はい、絶対挨拶するって決めてそれを続けただけで人生って本当にありえないぐらい変わるんですよ、はい、わかりますよね、はい、うん、決してもちろん一時的にはいいことばっかり起きません、うん、もうその挨拶もやめてって言われる時あります、うん、でもいいですか、うん、子供さんがね、まあ、あなただけじゃないですから親から被害に遭って毒親育ちの人が、はい、もう心が固まって動かなくなってるんですよ、うん、っていうことは親にね、うん、怒りも持てなくなってるんです、うん、いやもうちょっと鬱陶しい挨拶もやめてくれっていうのはもう怒りが出てきてるじゃないですか、うん、っていうことは心動いてますやん、うん、心動かなかったのに、うん、いや普通は挨拶もしない親にムカつくべきでしょう、うん、そうですね、うん、ね、でも怒り出なかったわけですよ、うんうん、被害受けてる子供っていうのはね、はい、でも挨拶しだしたら、うん、結構怒る子供多くなってくるんですよ、う
不思議ですよね、うんうん、挨拶しなかった時に怒ればいいのにね、うんうんうん、自分のこと無視されてたわけやから ね、 そうですね。今度挨拶されたらムカつく子供って本当に多いんですよ、うん、僕はこれって、ね、波動の力だと思うんですよ、うんうんうん、やっぱ挨拶って波動が高いんですよ、うん、だから心が動くんですよ、うん、だから怒りがちゃんと持てるようになるんですよ、うんうんうん、怒りが持てたら、はい、ね、親が毒親をどん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 やめていけば、はい、どん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 子供も良くなるような気がしません、うん、だって心が動いたんだもん。うん、だから僕は福山さんでも今まで以上に子供に心の底からね、ちゃんと挨拶をすればね、ありがとうも含めてですよ、僕はあの子供から真っ当に嫌われると思いますよ。今中途半端に嫌われてますよね。心動いてないですよね。この中途半端に嫌われてるということは心動いてないから、あの未来がちょっと乏しいですよね。だって娘さんたちの心が動けばどうにかなるかもしれないじゃないですか、はい、あなたと娘さんたちの関係よりも娘さんたちが、そしてあなたが幸せになることができるかもしれないじゃないですか。幸せになるんだったらあなたと娘さんたちは仲良くならなくていいじゃないですか。仲良くなるだけが道じゃないじゃないですか。わかりますよね、はい、うん、頑張って贈り物をしてくれてるのも、うん、僕はね、感謝の気持ち、生きてくれてるだけの感謝の気持ちでってね、あなたあの自分が犯人だって分かってなかったから、はい、ね、うん、本当には明確に分かってなかったから、うん、ね、なんで感謝なんかせなあかんねんみたいな感じの、うん、あの贈り物選びをいつまでもしてましたよね。で僕から怒られてましたよね、はい、いやもうちょっと本気でしてよって、うん、はい、いや普通に美味しいやんって、はい、で僕はね、カウンセリングでも言って、うん、いやもう福山さん普通に美味しかったらあかんやんということです、はい、いやもうすごく美味しいか、うんうん、先生もうちょっとあんまり美味しいものないですよっていうのが僕は、うん、あなたならできると思ってたんです。でもあなたがやってくることは、うんうん、先生今度これにしました、うん、先生今度これにしました、で先生今度これにしました、うんうん、3回目ぐらい、うん、もうこれダメだと思ったんです、うん、やればやるほど、はい、ね、うん、福山さんも不幸になり子供たちも不幸になると思いました、うん、だってそれ自体がね、うん、あなた被害を与えてるんですよ。いや親が2ヶ月に1回贈り物を今まで全くしなかった親がですよ、はい、するなんていうのは不自然なわけじゃないですか、はい、それは向こうが百も承知ですよね、はい、下心があるそんな見え見えですよね。それでいいんですよ、うん、だからこそ、うん、ね、渾身の一品を2ヶ月に1回探さなきゃいけなかったんですよ。わ、はい、かりますよね、うん、毒親だからです、はい、で僕は今から先のです、はい、この YouTube が長いつ流れるかわからないですけど、この YouTube が流れてから、うん、少ししてからなのかな、はい、の福山さんの、はい、その一人しゃべりの YouTube は僕自身がそういうふうにすぐにできるとは思ってないですよ、はい、どういう人に聞いてもらいたいか、うん、ね、YouTube を福山さんの、はい、うん、毒親育ちの人に聞いてもらいたいです、うんうん、今から福山さんという方が毒親をやめるために、うん、ね、すごく頑張っていきます。そしてね、自分を好きになるために、自分に優しくするためにね、見ず知らずの毒親育ちの人を、これ子供とは限りませんよね。大人もね、心の底から助けようとして生きてくれると僕は思ってます。
だからこそ、うん、気づいてないでしょう、うん、毒親育ちであるということは、はい、ね。だけどあんまりうまくいってない、だいぶうまくいってない、苦しい、死ぬほど辛いね、社会生活は演技で嘘ついて普通にしてるけど、うん、ね、ものすごく寂しい、辛い、そういう人がいたら、独身でも結婚してても、ね、若くても中高年でも、ね、ぜひとも毒親の中には自分を自分のためにも子どもたちのためにも世の中の人のためにも変えようとしてる人がいるんだっていうこと、僕はそれが毒親育ちの人の生きる希望になるんじゃないかなって思うんです。自分の親は生涯自分を変えようとしてくれないかもしれません。でも世の中にはね、人の子供も助けたいって思う人がいるんだっていうこと、だから自分の親だけを当てにしなくて生きていいんだっていうことです。自分の親が改心してくれなければ、優しくならなければ自分の人生終わりって思ってる毒親育ちの人多いんですよね。でも福山さんが失敗しながら失敗しながら失敗しながら失敗ばっかりですよ、はい、今からどうやってまず福山さんが自分をどうやって幸せにしていくのか、自分にどうやって優しくしていくのか、そしてね、同じような苦しみを持っている人をどうやって助けていくのかね。YouTube 聞いてくれる人は福山さんを応援するという形も込めて福山さんの YouTube 応援してほしいなと思います。先生としてお願いですね、はい、福山さんもまた一緒に頑張りましょうね、はい、YouTube 聞いてくれてる方も、福山さんのことをよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい。